眠い。7時ぐらい今朝の。7時前だね。7時前はい。でもこう贅沢だよね。一般の人がこう仕事にこれから出るぞっていう時間帯に、あの現実なんだけど非現実的な、それが一番贅沢だよね。今回は7月ということで、ちょっとあまり私のイメージに合わないってことないか、そういう曲書いてるから。今回はちょっと海でムーブオンしたいと思います。さて、鎌倉に到着しました。まだ7時台？8時前だ。すごい。で、そしてこれから長谷に行きます。長谷に行って長谷寺を堪能しにムーブオンしたいと思っていますが、すごく久しぶりの鎌倉駅、すっごい久しぶりだ。本当に小学生ぶりぐらいかも、鎌倉駅自体は。車だとね、ドライブで来たりするんだけど、すごく久しぶりです。楽しい。あの世田谷線って乗ったことある？うん、ある？多分ないわ。似てるんだよ。すごく。どっからどこまで走ってるの？下高井戸から三軒茶屋、世田谷線が走ってるのは。学生の時に地元の駅から。当時あった自分が所属してた雑誌の編集者とか事務所に向かう電車の中とリンクして、あのほら前回の番組でも言ったけど、結構その空想壁があるから、もうその世田谷の景観でももっと違う遠いところをこうイメージしたりしながら電車に乗ってたりしたんだけど、その時ねよく、あこのままこの電車が海のそばまで行けばいいのにって思ってたことをね、ふと今思い出したの。そう言ってる間にもう到着しちゃうんだけど、長くこういう活動をしている自分に対してたまにそういう偶然があるんだけど、それが一番なんかこうご褒美な感じがするの。すごく久しぶり。遠足で来たことあったんだよ、長谷寺。ということで私は長谷寺にやってきました。記憶をたどれば小学校の遠足以来ということで、5年ぶりぐらいかななんて言いますが、十何年かぶりです。そっか、久
久々で、こんなに綺麗だったかな、整備されてたかな、ちょっと記憶がうつろなので実際どうだったか中を堪能して来てみたいと思います。水が綺麗でね、本当に、湧き水じゃないかな、本当綺麗。じゃあ境内登ってみましょう。はい、あー苔すごいすごいね、苔生きてるね。じゃあ失礼して、すごいね、こう地蔵様がたくさんいて、向こうにこう谷間が広がっていて、で海から吹く風だろうね、きっと。やっぱその都心の風と全然違うわ。こっちの湘南にはね、車で出かけてくることは毎年とは言わずともあるけど、久しぶりにこう長谷寺に来てみて、やっぱり何小さい小学校の時とかに来た以来なのでね、あの時見た以上にもっとなんかこう壮大なものに見えてくるっていうのは、やっぱり小さい頃気にかけなかったこう歴史のことだったりとか、そういったものに少しずつ敏感に時間が経つことになってきたからなのかなと思って。ではお寺や神社はある種の宇宙観が絶対にあると思った。こういう気持ちになると思って今日はなかったから、やっぱ意味があるんだろうなって、今日こういうタイミングでこういったところに来るのも。落ち込むとはまた違うけど、でもまあちっぽけだからもっと大きいもの見て、もっと大きな生き物になろうって思える、はい、十何年ぶりか。ここも長谷寺に来たのと同じくらい来てないな。今小さい小学生の子たちがいるけど、自分もあのくらいの時にここに来てるはず。今さ、ここにちょうど隠れてるでしょ、うん、こっち
移動してきてみて。わ、大仏さんが。すごい。うわあ、大きいね。頭のパンチバーマ1個の大きさが白菜1個分なんですって。あのね、昔はこの周りにしっかりとお寺と同じように建物があって、津波がここまで押し寄せてきて、それを流してしまったみたい。裏行ってみようよ。体内に入りたいと思います。過去に遡る感じかな。すいません、こんにちは。2人分でお願いします。はい、右側通行1列と。はい、すごい。あ、真っ暗。すごい、こうなってるんだ。あ、すごい、こうなってるんだね。あれ、頭だ。ボコボコがある。体内っていうことは、ここから出るときにまた新しくこう生まれ変わる感じなのかしら。そういう気持ちで出てみようよ。生まれ変わりました。よかった。新しい気持ちです。新しい気持ちです。ちょっと贅沢しに来ちゃいました。由比ガ浜まで。さっきの、鎌倉大仏から歩いて、15分ぐらいもあれば着いちゃう感じ。今サングラスが落ちるくらいの潮風でね、すっごく心地がいいです。1枚目のアルバムには結構海とか夏を背景にした曲が溜まってるんだけど、その中でもイミテーションっていう曲があって、こういう大きい海を前にした時の自分の小ささとか、そしてまた自分の元を去っていった大切な人なんかを思い返して、それが影落としのようにずっと自分の中に焦げついて残ってるっていう、そういう曲です。実際に久しぶりにこういう大きな波、海原を目の前にすると、やっぱり自分の小ささっていうのを痛感するし、なおかつ自分のそばにいる人の大切さっていうのも改めて気づける。そういう意味でやっぱり海に訪れるっていうのはすごく大切なことなんじゃないかなって思ってます。去年海に来れなかったからエンジョイしちゃおう。
都合のいい番組行きたいところに行って、でも行きたいところがあるっていうことはイコールでやっぱり私の中で曲につながってるんですよね。大好きな自分の曲にはやっぱり背景があるから、イミテーションだとか YTT っていう曲とかはこういう海で、まさしく湘南がイメージなんですよ。だからこういうふうに改めて訪れてみると、もうちょっとその当時の自分をまた後ろから背中を見ているような気持ちになるのね。そういう感覚っていうのはきっと星の数ほど歌手の人とかミュージシャンの人っていると思うんだけど、同じような気持ちになる人って多分もっといると思う。私はそういう時にたまたまでもいいから自分の曲を聴いてくれた人が何か大切な気持ちに改めて気づくきっかけになれば一番いいなって、そのためにもっと頑張んないとね。皆さんがそれぞれ素敵な影落としができることを願って、2015年初夏、お相手はメンディーでした。Whoa.